まあだから相談っていうかあるんやけどさ、うん、ちょっと俺らもちょっとビジネスカップルでやってみないっていう。せーの、スリートゥーワン、よしゆきと、小田です。はい、ということでですね、今回はですね、禁断のドッキリをしちゃっていきたいと思いまーす。はい、でですね、何をするかと言いますとですね、僕たちカップル YouTuber としてやってるじゃないですか。やっぱりその中で、やっぱりこう、ビジネスカップルという風に言われる時がなくはないんですけど、今回はですね、そのビジネスカップルにならないと伝えたら、果たして彼女はどういう反応、そして答えが返ってくるのかをやっていきたいと思います。まあ俺的にはやっぱりね、そのもう断固拒否をしてほしいですね。何言ってんの？笑わせてるの？っていうぐらいの気持ちで答えてくれたらすごいスッキリするなという感じでございます。カップル YouTuber みんなビジネスカップルらしいよっていうことをね、言っていきたいと思います。これはですね、マジでフィクションです。これは本当にドッキリの過程としてちょっと使わせていただくので、他のカップル YouTuber さんはみんなビジネスとは言ってないですので、そこら辺をご了承ください。はい、なんでちょっとね、それをちょっと言って、まぁ、ちょっとヒカルがどういう感じで来るのかとかね、普通に言ったんじゃあれなので、ちょっとそういうのをちょっと最初に使わせていただこうかなと思います。早速ヒカルが帰ってくるのでやっていきたいと思いまーす。せーの、やってみよう。はい、ということでヒカルがね、もうすぐ帰ってくるそうなんで、ここでカメラを行きたいと思います。ご飯食べた？お腹空いてきたわ。コンビニ行きたい。確かに。スーパーか、コンビニ。撮影しないとちゃう。あ、ママちゃんここにいたの？パンパン。なんかカップル YouTuber 増えてきたよな、最近。そうなん？なんか増えてる感じする。全然知らん。あ、そうなの？いや、だってヒカル YouTube 見やんし、TikTok も一切見やん。やばいって、それは問題やで。人まず知らんからな、会った人しか知らん。 YouTube やってるのに見ないっていう。俺でもマジで3時間以上見てる毎日。嘘やん。あ、確かに、おとくん結構見るな。でもさ、カップル YouTuber 見やんやん、自分だって。カップルは見ないな。やばいやろ、ヒカルは。じゃあカップル見たらさ、見てたらさ、自然と真似ちゃうやん。そうなんかな。だからそれが嫌だから、あんま見ない。でもあれらしいよ、カップル YouTuber さ、うん、ほぼビジネスらしい。嘘やん。いや、マジで言ってた。誰が？いや、違う、本当に言ってた。あの、プロデューサーさん。でもしんどそうやけどな、逆に。ああ、そういうこと？うん。でも意外といけそうじゃない？無理やな。まあだから相談っていうかあるんやけどさ、うん、その件についてね。うん、どの件？あ、その今のこのビジネスカップル。うんうんうん。俺らもちょっとビジネスカップルでやってみないっていう。やだ。え？嫌だよ。なんで？どういうこと？なんでビジネスカップルにするの？やっぱりその、なんだろう、ビジネスカップルになりたいなって俺は強く思って。なんでよ。なんでしんどない？逆にしんどいかな。うん、でもそっちの方が仕事により集中できる可能性もあるやん。そうだって、ビジネスだもん。あー、仕事仕事って感じ。嫌だな。ビジネスカップルですって言ってやるの？それは要検討。検討。ちょっとふざけないでくんの？いやいや、自分やんか。いや、俺ガチやで。だから、うん、みんなビジネスって俺は知ったから、うん、俺らもビジネスの方が成功するんじゃないかなって思って。あー、まあでも確かになんか、うん、ビジネスの方が、うん、わざとらしさみたいな、うん、あるけど、そっちの方がなんか分かりやすいから、なんかそっちの方が人気出る傾向はあるな。確かに。あーね、うん、なんかビジネスだからこそそれを隠してやってる方が仕事仕事って感じ。でも俺はバレないと思うよ。やだ。やだよ、ね、バレるよ多分。嘘。ほんと？どう思う？何がいいの、それやったことによって。それやったことによって、うん、より YouTuber に近づく。俺ら別に YouTuber になりたくないもん。え、逆にさ、今からビジネスカップルになるって無理じゃない？別れるってこと？まあそうなるんかな。考えてないもんね。いや違う、だから違う、ビジネスカップルにもいろいろ種類があるから、それをヒカルにも聞こうと思っている意図であります。種類ある？ないやろ、種類は。だから付き合っててもビジネスカップルって言う時もあるよ。ガチで付き合ってるけどビジネスカップル、それはビジネスカップルって言うの？だ、ビジネスすごい特化したカップル。ビジネスに特化したカップル、何それ。だ、ビジネスカップルの種類でも、じゃあガチで付き合ってるって言ってるけど、うん、付き合ってないビジネスカップル、まあ、存在するかは分かんないけどね、うん、からの付き合ってるけど、うん、あのビジネスとしてやってるカップル。
よくわからん。あとはビジネスカップルっていう言葉使いたくね、結構なんか言葉的に強くねって言ってサムネとかタイトルとかにバチバチ決めて込むタイプのビジネスカップル。それは光る関係ない可能性ある。いやだからそのやっぱあるから、その中でどれ選ぼうかなっていう。あー普通のカップルでいいんじゃない。まず今の時点でビジネスカップルになるとか無理じゃない。いや無理はないよ、人生に無理ってないから。一つ言うけど本当にビジネスカップルになりますって発表するってこと。そうやで。はい、今日からビジネスカップルになりました、ポンポンポン、やってみようっていうのは入れるけど。いや何がいいのかが分かんない、ヒカルには。いやでもやっぱりこう強いやん、タイトルっていうかさ、ビジネスカップルが UFO キャッチャーやってみたとか。普通に面白くなさそうや。おい、あ、じゃあ、オタ君一人でビジネスカップルになって。どういうこと。マジで俺ほんと真剣なんだけど。だから一人でやっていいよって言って。一人ってどうやって、一人ってさ、カップルじゃないからね。ビジネスソロっていう。ビジネスソロでいいじゃん。やんないよ、もう今日からビジネスソロでやっていきたいと思います。まあダメなのね。じゃあ、え、普通に今のままじゃダメなの。いや、やっぱりさ、こう俺らもさ、 YouTube やってる以上やっぱ伸びたいっていうのあるからさ、うん、そこだからこそやっぱビジネスカップルっていう大々的にも言っちゃう。ビジネスカップルって言ったら伸びるっていうことはないけどね。いや、ちょっとした相談だよ。本当になんかもう雑談みたいな感じで喋りかけたよ、俺は。うん、なるほどね。じゃあ却下で。まあ、そうやな。結構意志固そうやし。うん、逆にそっちの意志は固いの？ビジネスカップルで行きたいという意志は。いや、ブレブレだよね。ちょっとドッキリっぽくしたかったんだよね。ドッキリの雰囲気を出したかった的な。そう。ということで、やっぱな。はい、ということで、みなちゃん、何のドッキリでしょう。ビジネスカップルになりたいって言ったらどうっていうか。100点満点です。100点満点。それしかないやん、だってもう。でもね、俺は非常に嬉しいです。やっぱりこれ止めてくれたんで、しっかりね、やだって言ってくれたんで、俺はすごい幸せ者です。自己満動画なんですよ。そうなんですよ。で、僕ちょっと不適切なことを言ってしまったんですよ。他のカップル YouTuber はみんなビジネスだっていう。あ、言いました、この人。そうなんです、炎上です。はい、ということで皆さん本当にね、これはもうあくまでドッキリで使うんで、決してもうビジネスカップルじゃないんで皆さん。はい、ということでどうでしたでしょうか。ビジネスもいるけど、おい、頑張って生きていきましょう。ビジネスいないよ。ビジネス誰もいませんよ。やめろ、そのビジネスの人知ってるみたいな言い方な。本当に良くないぞ。まあでも、それぞれやん、人それぞれ。まあまあそうだね。だけど、ピカラは無理やん、その戻るのが。まあね、まあだからもう最終的な、もし友達、オタ君とヒカルが幼馴染とか友達でずっとやってきてのビジネスカップルになろうだったら、ああそういうことね。まあ可能性はなくはないけど、はいはいはい、カップルからのビジネスカップルちょっとよく分かんなくない？確かにもうぐっちゃぐちゃやな。っていうね、結構ね、もう斬新極まりないドッキリだったんですけど、まあちょっと一回ちょっと俺にね、俺ちょっと気になってやってみたかったんで。まあだから単純に別れなきゃいけないじゃん。ああそういうこと、うん、だからそこもビジネスカップルでいい。だからビジネスカップルですって言って別れてる風に見せて、実は付き合ってます。あ、そっちからの、でも表には付き合ってないですよっていうパティーンね。それはちょっと結構ややこしいかも。ややこしい、もうぐちゃぐちゃ。でもさ、最初の方さ、俺らもビジネスって言われてたよ。ああ、言われてたかも。一番 YouTube、 そうそうそう、最初はさ、すぐ別れるんだろうとかさ言われて、どうせ強好きのカップルだからすぐ別れるんだろう。確かに多分一番長いから。確かに、それは人それぞれ。そうだよ、じゃあ結果まとめます。人生楽しもう。ありがとうございました。雑。はい、ということで皆さんどうでしたでしょうか。ワンちゃん本当にこれは修羅場になるんじゃねえかなと思ったんですけど、うん、ヒカルもすごいなんかもうネタっぽくやってくれたんで、俺は逆に突っ込みやすかったですね。てか、なんかビジネスカップルになるんだったら先に別れようって話から先じゃない？あ、そういうこと。それだったらまあ真剣モードじゃない？いや、別れは俺は言えないね。それは言えないわ。どんだけ喧嘩しても別れようだけは言わないっていう約束やもんな。 うん、ドッキリやったっけ。でも別れようって、まあドッキリだったら別にヒカルは何されてもいいけどね。ああ、そういうこと、うん、まあまあ、それはまあお互い認知の上でやってるわけなんで。認知の上で。認知の上で。なるほど。はい、ということで、まあね、非常に良かったんじゃないですか。うん、良かったと思う。すごい俺はね、嬉しい気持ちですよ。止めてくれて。はい。止めてくれてっていうか、もう何のこっちゃ分からんかった、ヒカルは。ああ、何のこっちゃ。うん。こいつ何を言うてんねん。うん、そんな感じ。リザードン。一緒にリザードンやってくれたよ、今。もう、マジで。さすがペコやな。ということで皆さん、今日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、オタヒカを応援してもらえたらなと。はい。一番ビジネスカップルにはほど遠いのでね。そう。
それいちいち言う必要ある？分かってるやろみんな。いやいやいや、みんな多分ビジネスだと思ってるから。ああ、なるほどね。ここで証拠をしないとね。証拠、証拠、まあ、ということで、まあ、おたひかはこれからもうまく楽しくやっていくので、ぜひ皆さんついてきてくださいさ。メス、はいはい、ということで皆さん今日見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ぜひひかるがさすが男前だなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで以上、ほととひかるでした。バイバーイ。